ファーストステージつくばブランチのシルマです。今回は守谷市の2階建ての物件をご案内いたします。この物件は2階建ての31坪の住宅となっています。それではご案内いたします。玄関からは2つの動線があり、玄関からリビングへ行く動線と、玄関からシューズクロークを通って洗面台へ行ける動線があります。普段は、こちらの動線を使用していただき、お客様が来た時はこちらのリビングへ直接行く動線を使用できるようになっています。まずリビングの方を紹介させていただきます。こちらのリビングは 7.3 畳のリビングとなっていて、ここに吹き抜けがあります。そして床材にはアサヒウッドテックさんのブラックチェリーを使用しています。1階の床材はこの月板で統一されています。そして階段にはウッドワンのデザイン階段を使用しており、手すりは造作で作っています。この階段を設置することでお部屋の中を開放的に仕上げています。次にキッチンとダイニングについてご紹介します。こちらのキッチンとダイニングは合わせて 10.7 畳の広さがあります。キッチンの後ろには扉がついており、冷蔵庫やカップボードをしまえる広さとなっています。また扉がついていることによって、このように閉めた際にリビングからキッチンを見た際にすっきりとして見えます。そしてダイニングの後ろにはパントリーがついており、キッチンやリビングで使うものをしまうことができます。そしてダイニングから廊下へ向かうと、こちらに TOTO さんのドレーナという洗面台と、こちらにトイレがあります。トイレの床はヘリンボーンという柄のクッションフロアとなっています。そしてこの奥には脱衣室があり、こちらの床もトイレの床と同じものを使用しています。こちらの浴室は TOTO さんの浴室を採用しています。廊下を進んだ先にはシューズクロークと玄関があります。シューズクロークには下駄箱と上着をかけるスペースがあります。こちらの下駄箱は標準のもので、ダイケンさんのものを使用しています。色はライトウォーカーという色を使用しています。こちらの枕棚は南海プライウッドさんのものを使用しています。続いて2階のご紹介です。2階の階段を進んだ先にはホールとなっており、開放的な空間が広がっています。そしてこちらの床材がファーストステージの標準のものを使用しており、ダイケンさんのものとなっています。色はライトウォーカーという色を使用しています。そして吹き抜けに面してカウンターを設置しています。こちらのカウンターの幅は2メートル20センチあり、2人並んで使用することができます。こちらは寝室となっています。この寝室は 6.2 畳の広さがあり、一部アクセントクロスを使用しています。そして引き違い窓の先にはバルコニーがあります。そして寝室の隣には3畳の書斎があります。この書斎には作業机や本棚を置くスペースを確保しています。そしてこの書斎の隣にはファミリークロークがあります。このファミリークロークには南海プライウッドのパイプ付きの枕棚を使用しており、両面に設置しています。そしてこのファミリークロークの隣には 4.2 畳の子供部屋があります。この子供部屋は
大きな窓がついており、開放感のある作りとなっています。そしてこちらは現在ホールの一部となっていますが、将来的にはこの位置で壁を作り、3.7 畳の子供部屋となる予定です。この住宅の外壁材にはガルバリウムとレッドシダーを使用しています。こちらのガルバリウムは IG 工業さんのディレクトという種類のネオホワイトという色を使っています。こちらのレッドシダーはナチュラル塗装を施していて、経年変化を楽しむことができるような外壁材となっています。これで守谷市の2階建てのルームツアーは終わります。ファーストステージでは事業相談会や毎月の完成見学会を実施しています。詳しくはホームページをご覧ください。皆様のご予約をお待ちしております。したかったんですよね。存在感のある家を目指しました。設計士と話せば建てたい家になる。ファーストステージ一級建築士事務所。